ちは。ビューティーボディプロジェクトの八代香織です。この度は赤ちゃんのママ社とのコラボイベントということで、ビューティーボディプロジェクト代表の私が皆様にレッスンをレクチャーさせていただきます。エクササイズと聞くと非常にきついイメージがある方が多いと思うんですが、今回の1時間のスペシャルメニューは皆さんにゆったりと体をほぐしていただくことを中心に行っていきます。楽しみに、ぜひ安心して少しママだけの大切な時間を過ごしにいらしてみてください。お待ちしています。それではその中で行っていくようなエクササイズ、少しストレッチ、背骨を横に傾ける動きを今日はリカさんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。楽な方で足を組んでいきましょう。骨盤をまっすぐに引き上げるようにして、両手をまずは横、お腹を引き締めるようにお尻の座骨で床を押しながら背骨を高く引き上げます。顎の下、拳1個分楽にある状態をキープしてください。その状態で鼻から大きく息を吸いましょう。吸って吐きながら手を遠くに伸ばして、左手を遠くから持ち上げ、吸う、吐きながら右に体を倒して肘つけますか。腕が上がる分だけはそのまま斜め前と、そこで肘の力をふわっと抜いていきます。目線はまっすぐ下に向けて呼吸、吸って吐いて、ため息をつくような気持ちで吸ってしっかり吐きましょう。さあ吸いながら体を持ち上げ、基本姿勢、息を吐いて体を丸くします。反対側もいきましょう。まずは正面骨盤で床を押すようにして、お尻でキュッと床を押して立ち上げます。吐きながら左の肘をつきながら、ゆっくりと右手を持ち上げ、斜め前に向かって置いていきます。ポジションが安定したら、肘の力、肩の力をふわっと抜いて頭を押したら、皆さんのウエストが鍛えられ、背中から体側が気持ちよく伸びているのを感じてください。大きく外で息を吸って、吐いてさらに脱力、吐く息、吸って、吐いてリラックス。さあ吸いながら体を持ち上げていきます。お尻で床を押して背骨を高く、首を長く、はい、吐きながら手を浮かべ、ラスト胸の前から大きく息を吸って、下ろします。少し斜め上から手を持ち上げ、できる方は優しく上で右と左のバランスを整えるように手を添え、足です。そのまま息を吸って、はい、吐いて手を膝の上、ゆったりとした気持ちで呼吸を続けていきましょう。はい、このような感じで、実際のエクササイズ、ゆったりと当日も行っていきます。10月の28日月曜日のお昼の11時から12時、歌舞伎座近くの小さなスタジオですが、アットホームに楽しい時間を過ごしていただければと思います。皆様のお越しお待ちしています。では今日はありがとうございました。バイバイ的な感じで